マジュロは、マーシャル諸島共和国の首都である。中部太平洋に浮かぶマジュロ干渉全体を指す。大東亜戦争関連の日本語書籍では、メジュロ干渉と表記されることが多い。マジュロ干渉マジュロ干渉、江ノ湖等の海岸2011年の人口は27,797人。北緯7度5部、東経171度7部にある。マジュロ干渉は、 64の小島からなるが、そのうち主な12島は、第二次世界大戦後に埋め立てられ、地続きになっている。この地続き部分は、西から東へ、順に、ローラ地区、アジャルタケ地区、ロングアイランド地区、デラップ地区、ここで北へ向かって、ウリガ地区、ダリット地区に分かれる。もともと、マジュロ島と呼ばれていた、干渉最大の島は、ローラ地区になった。中心となるのは、 デラップ、ウリガ、ダリットの三つの地区である。商業の中心はウリガ地区で、観光庁はデラップ地区に存在している。ダリット地区は住宅街である。干渉の内陸地は9.7平方キロメートルしかないが、証拠の面積は295平方キロメートルもある。スペインの植民地となり、ついでドイツの植民地を経て、第一次世界大戦終結後の 国際連盟決議にて大日本帝国の委任統治領となり、1922年に南洋庁の市長が置かれた。日本の委任統治下では、これまで本国から遠かったためドイツの植民地下で、苗頭にされていた近代的な電気や水道、学校や病院などのインフラストラクチャーの充実が進んだ。第二次世界大戦終結後のアメリカ統治を経て、 マーシャル諸島共和国の首都となる。欠片の気候区分では、熱帯雨林気候に属する。主な道路は舗装されている。主に自家用車とタクシーが使用されている。また、乗り合いバスもある。マーシャル諸島航空のハブ空港である。また、ユナイテッド航空が、ホノルルヤグアムに就航、ナウル航空も就航している。シティポピュレーション越乱日。 2017年12月2日、コンサイス外国知名辞典、第3版、p 9 6 7ヘルツマジュロ WBSAP、ナショナルオーシャニック、アンドアトモスフェリックアドミニストレーション、2015年3月11日、閲覧、WMO クライメートノーマルズフォ4マジュロ、Py19611990、ナショナルオーシャニック、 アンドアトモスフェリックアドミニストレーション2015年3月11日閲覧ありがとうございます。